夢ラジオ第五千二百二十五回。今日は令和五年六月二十七日火曜日です。時刻は午前九時半、横浜港北。火曜の午前中となりました。梅雨の朝ですね。雨さえ降らないなら、今日も午後は走りに行きたいのですが。どうなんでしょうか。さて、夢ラジオ、今回は。 神谷副党首が主張する妨害工作。こんなタイトルでお話します。神谷副党首が主張する妨害工作。ここに来て、参政党があの妨害を受けているというお話を再び、神谷さんがお話になっていますね。なんか参政党への妨害というと、あの黒川さんたちの有志が。 思い浮かぶのですがどうもそんなんじゃないようですね神谷福島氏がおっしゃってるのはまあ,あのむしろむしろあの黒川さんたちの,あの妨害っていうのは分かりやすいししかもなんかあの面白いし <laughs> めっちゃあるあれっちゃらんですけど、ね、ですからあのむしろ参政党にとってはある種ウェルカムなとこもあるんだよね。あの ああいいいいううアンチ来てくんななとと盛り上がらないというかで実際その黒川たちのああいうアンチが最近減ってきてなぜかというとあの48党内で揉めてるからだから賛成党の演説も単体で見ればあんまり面白くねえなっていうそういうね黒川さんたち来てくんないかなと盛り上がるんですけどっていうそういうものでもあるでしょうだから神谷副党首が言う妨害工作っていうのはあの黒川さんたちのああいうのを言ってるわけじゃない あだからその意味において言うとねなんかなんか黒川さんのことをちょっと悪く言う場合も多い最近のイメラジオですが、まあ、黒川さんに寄り添って言えばね裏表なく頑張ってるんですよだから分かりやすいしあんまり害がないんですよあのただものすごく悪評が立ちます。あ,のあれをやるとね 当たり前ですけどだって下品だだもんただあの裏表がないのでその意味においてはね黒川さんはその友達のふりして裏でこそこそみたいなこれをやるこれが一番やばいんですよあの政治においても人生においてもね友達のふりして実ははめにくるっていうそういうお方々いっぱいいるんですよ。黒川はそういう人じゃないんですね。あの もうはっきり悪役で登場してくれるのであの分かりやすいんですよだからむしろあの来ないと寂しいというかまあ黒川さん置いといてでだからそんなんじゃなくてね友達のふりして例えば参政党で議員になりますって言いながらで通るじゃないですか党内審査をそれで議員になったらなんかあの 本当に思っていたこととをやり始めるとかあるいはその,その議員を実は誰か別な人が送り込んでいてお前参政党に議員立候補しろで議員になった暁にはよしこれから俺の言うことを聞けっていう感じでその謎の人物がその参政党議員となった人を使ってまるっきり参政党の理念とは違うことをさせ始めるとか。 あるいはなんか支部に入ってきて支部長を追い出してで自分が支部長になって乗っ取ってしまうとかね「へえそんなことも起きるんだ」とまあただあ,のあり得ることではありますね。しかもその参政党が乗っ取られるまたは別な組織が入り込んでくるんじゃないかというそういうあのリスクはこの「夢ラジオ」でも以前お話はしたことがあります。 ただしまあ今もそうなのかとだからこの仲間のふりして入ってくる味方のふりして入ってくるけどそれでかくらんっていうのは一番あの困るんですよだからあのそういう人はちゃんと我々もチェックしてますとかって神谷さんおっしゃってましたけどそれについては非常に 用心してるんだとか、まあ、大変ですね賛成党も大きくなってしまったからあとまあ陰謀論と呼ばれるんだとか例えば LGBT 法案にしてもですね我々は反対したとで反対したら差別主義者だと言われる左翼からじゃあ右翼は褒めてくれるのかと思ったら右翼はまた賛成党はね口ではあんな LGBT 法案反対って保守っぽいけど本当はあの 皇室を破壊しもう参政党の陰謀論は口頭向けだとかなんとかかんとかだからもうやっぱ参政党が知名度が上がってで神谷さんの知名度も上がっていいなというふうになってきたら叩かれるんだと以前から言ってる通りでしょうとそして僕だってそんな聖人君子じゃありませんと神谷さん。 だかかから僕は政治にに入りりたたたたくくなななっっ議員も今言っちゃダメだって神谷さんそれをここまで来て僕はこんなことやりたくなかったは言っちゃダメだってついてきてる人がもう何十万人いるわけでしょで俺本当はやりたくなかったんだけど言っちゃダメだよそれはもう成人君子のふりしなきゃここまで来たらみんなそれを期待してんだからやっぱりね だからまああの参政党が去年の夏あたりに言ってたユダヤの国際金融資本とかそれが世界を動かしてるとかああいうこと言うとだってもろに陰謀論じゃないですかこれ誰よユダヤの国際金融資本ってどこにあんのよっていうさはっきり言えないでしょ誰とも言えないじゃないですか場所も言えないでそいつらが世界を動かしてって「おおこわ」みたいなまあ代表的な陰謀論でしょう さっき名前出した黒川さんも「ユダヤマネーをぶっ壊す」とか「じゃユダヤマネーって誰のお金ユダヤって誰のことよジョージ・ソロスのことですか」とねあの一緒なんだその意味においては「あのユダヤ」なんて言っちゃダメなんですよ民族名を出すとダメなんですそれはねなんか「日本人が世界を動かしてる」とかってもしどこかで誰かが言ってるとしたらなんかこそばゆいなと思いませんかえーとかって 日本人いろいろいるんだけどとかねあの俺関係ないんだけど日本人だけどとかそういうことなんですよ。ユダヤとかね国際金融資本とかねじゃなくてもしそういうこと言いたいんだったらなんとか研究所のなんとかさんとなんと,とか銀行のなんとかさんがあの主に動かしてますとかっていうねそこになんと,とか国のえっと 外務次官の何とかさんも関わってるとかねこういうふうな感じで証拠これですと見なさいとこのメールのやり取りをとかならねそれなら聞くに値する話になると思うけどさすがにその言ったや国際金融手法みたいなことは賛成と言わなくなっておりますでこのような仕組みを僕たちはあの知りたいだけだそしてそれを明るみに出したいだけだこれは良いことです。 ここれは良いことですですからあのできるだけ具体的に神谷さんがちょうど国会で言ってたあの株主のね株主の,あの比率からどこの誰が日本の企業をコントロールしようとしてるのかをあの、まあ、ちょっとだけですけどね国会質疑だからちょっとだけだけど明らかにしようとしたあの姿勢がいいと思いますね。 できるだけ証拠に基づいてと。でまあワクチンとかそういうお話についても証拠と根拠に基づいてと。だから難しいよねこれだって何とでも言えるんだから医学の専門家みたいな人はね。もう水かけ論になっちゃって結局結論は出ずうんワクチンの話は難しいね。だから。賛成党に まあ言い,たいあれは神は副投手にも言いたいできるだけ陰謀論と呼ばれるようなことは言わない方がいいって自分が今言ってることがどういう根拠に基づいてあのいるのかっていうのをいつも確認した方がいいだって神は副投手だって言ってるじゃないですか今回その根拠のない誹謗中傷みたいなその通りですよだから政治の世界ではね政治の世界では自分の今発言しているこれはどういう根拠に基づいて今しゃべる てているののかっていううを絶えず確認しながら言うべきです本に書く場合もそうここから取ってきましたとここにこれがあるんですというふうにねあの突っ込まれた場合にその意味においては参政党がこれからあの情報収集力そして情報の蓄積力そして何より大事なのが分析力ですよねそれをもっと高めるだからあのブレーンがいるんだ。 参政党の中に、あの五六人のブレーンが必要なんですよ。その膨大な情報をしっかりあの。処理して分析してくれる奴らがね。で、その彼らの助けを受けながら突っ込まれた時には証拠これよと。パッと言うと、陰謀論っていうのはやめてくださいと。うん。参政党はこれから伸びていくと思います。なぜから、なぜなら本物の保守がもう参政党しかないのでね。 あの自民党はは保守ではありません。自民党と公明党はもう同じ穴の無じなですというか自民党がだんだん立憲民主党と同じふうに見えてきますよね最近は維新ここが保守かどうかも全く疑わしい48党これは内部分裂して今はもう崩壊しかけています参政党しかありません神谷副党首が主張する妨害工作 どんな個人もどんな組織もそうですが叩かれてビッグになっていきます上向いたら叩かれるんですよと神谷さん笑顔で言ってましたがその上向いている証拠だ叩かれているのはね次いつ来るかわからない衆議院選挙で2年後必ずやってくる参議院選挙ここではせめて令和を起こすような令和新選組を起こすような そういう躍進を参政党に期待したいと思います。イメラジオ、今回は神谷副党首についてでした。ありがとうございました。